ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は多摩湖に来ています。西武多摩湖線に乗って多摩湖に向かいたいと思います。人が多かったのでちょっと車窓の動画が撮れなかったんですが、一橋学園駅でほとんど人が降りていったので、ここから車窓の動画を送りたいと思います。
ツーハンドルマスコンがすごいかっこいいですね。萩山駅を出発すると、右の方にどん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 、転線していくところが、非常にかっこよく、映ります、はい、ここ左側に行くのが西武拝島線です。回るに、田んぼの田と書いてめぐり田って呼びます。めぐり田信号場です。
西武遊園地駅に到着しました。2021年には、多摩湖に近いことから多摩湖駅という名前に改名するそうです。西武遊園地駅なんですが、ここの駅で降りてしまうと、階段が非常にたくさんあって、ベビーカーを持ってるお客さんとかは非常に大変なので、一つ隣の、遊園地西駅まで、レオライナーで乗ってそこから入園するのをおすすめします。西武遊園地の入り口です。一応人は何人かいますね。一応やってるんですね。多摩湖に近いっていうことなので、多摩湖へ行ってみたいと思います。多摩湖は確か高校生の頃に、マラソン大会で走った覚えがあります。で、多摩湖自体に個人的に行くのは初めてです。あの上に登っていく UFO みたいなやつは、西武遊園地のアトラクションの一つで、ジャイロタワーって言います。地上およそ80メートル高く、登っていくみたいで、かなり景色がいい、よく見えると思います。私もね、一度乗ったことあります。くるくる回転するんで楽しいですよ。くるくる回転するのが苦手な人は、この画面の左側の方に、菊水亭っていう西武のホテルがあって、そこの、最上階でレストランがあるので、そこで展望レストランになってますんで、そこから景色を楽しむことができます。多摩湖は、東京都の中で一番最大の湖だそうです。はい、堤防が見えます。ここの堤防は、高校時代マラソン大会のゴールになってました。多摩湖を一周するとだいたい10キロだそうです。
の方に見える堤防のようなところの上は、道路になっていて、車だけが通れる道になっています。はい、取水塔が2つ見えます。多分あそこの下から水を引いて川に流してるんだと思います。堤防の強化工事を行っているときは、この湖の水がですね、全部ほとんど抜かれて底が見えるぐらいになった時期がありました。堤防の上を少し歩いてみたいと思います。こういう何にもないところを歩くと、ちょっと私は怖くて足がすくんでしまうので、少しだけ歩きます。奥に見える三角の屋根の建物が、菊水亭です。暑いので、次はちょっとレオライナーに乗ってみたいので駅に戻ります。新交通システムの、レオライナーが来ます。これはね、西武山口線っていう名前みたいですね。西武球場前駅に到着しました。西武ライオンズに松坂投手がいた時に、まあ今もいますけど、まあ、デビューした当時に、見に行った覚えがあります。あとイチロー選手と松坂の対決とかね、見に行った覚えがあります。今日は野球がないからそんなに人がいないですね。まあ野球のある日はね、すごい人が来るんで、だからやっぱりホームがすごい広く取ってありますね。
西武ライオンズといえば、ライオンのレオ君なんですけど、まあライオン像が、見えます。はい、西武球場前駅のあたりの森が、トトロの森っていう呼ばれてまして、このあたりをね、散策することができます。その、地図が、案内板がね、載ってました。西武球場の周りをぐるっと、回って、まあ、歩いてみたんで、またねレオライナーに乗って再び乗って帰ろうと思います。西武球場ですとか、あと、まあ、西武遊園地のあたりをねリニューアル工事しています。まあ、結構工事がね大規模な工事になってまして、工事がね徐々に、まあ、どんどん進められていました。はい、今日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。